新しい風は吹。もうこれ前に言うだけやめとこうもう。武器に願いよ。この猫がすごい泣いている理由、なぜだかわかりますか、皆さん。そうです。今日が増築される日なんです。借金返す日でもあったっけ？いや、増築は、いや、借金はさらに次の日か。とにかくめっちゃ稼いで借金返せるようにしとかなあかん。うわ、7つになっとる。やったー、置き放題や。置き放題って言うほどなんやけど。ロングソードを2つ。バスタードソードやな、今回は。で、どうしようかな。槍置いて、案外結構広うなったな。5つぐらいになるんかなと思っとったら3つも増えたわだ。フリーズブレード。バスタードソードもう一、いや、槍の方もう一本入れとくか。でもって、一応枠で、このナイトソード置いとこう。一応枠ね。多分売れんと思う。てか、これをやるために、こういう一応枠を置くために増築したようなもんやけんね。これでいいんです。よっしゃ。さて、これでどうなるか。ロングソード、槍、バスタードソードあたりは売れると思うんやけど、それ以外が売れるかどうかって感覚。来た。あ、ナイトソード。いきなりナイトソード来たで。嘘。ナイトソード売れるんで。びっくりしたわ。いきなりの客が、一番目の客がナイトソードやもんな。売れるんで。売れたわ。やった。これは増築した甲斐があった結果かもしれんぞ。で、定番的なロングソードも売れ。こんだけ種類置いとってなお、気に入ったもんがなかったみたいに出て行った人おったけど、なんなんそういう人。まあ、ナイトソードは2本もは売れんだろうって感覚やね。もう怖くなったら。あ、売れたし。言ってるそばから売れたし。ナイトソード結構売れる種類なん。結構、いい目をしているな、貴様。見る目あるな。ちょっと待って。ちょっと待って。ロングソード、お前槍だろ。どっちかって言ったら。見た目的に槍だろ、お前。見た目で選ぶのどうかと思いますが、ここなんやったっけ？バスタードソードか？あ、これやな。え、売れるんやな、ナイトソード。あ、でも全体的な売り上げがちょっと今、低いかな、今。もっと売れてほしいところ。黒グローブは何しに来たんやろうな、いつも。いつも、いつも何しに来んやろうな。掃除もまめにやって、客の来る量がちょっと今日は少ないか？やはり売れて。ほぐそうだ。なんかこの人かっこいい服しとんな。戦士の服って感じやな。見た目はかっこいいけど、買っていったらロングソードやけんな。安いやつだった。これどこだ、何やったっけ？槍か。今日は掃除をまめにできやんな。なんでだって客が来ないからね。昨日よりも客の数少なない。あの店めっちゃでかなってるって思ってさ、来てくれるんが普通じゃないかな。リアルを考えたら。そういうリアリティじゃないかな、このゲームは。お、バスタードソードで。やっぱバスタードソードもトレンド通りそれなりに売れるようではありますね。よいしょ。これで、アラブの石油を駆けに来た。これと、ここバスタードソードを枠やったな。めっちゃ汚れよる。めっちゃ汚れよる。忙しいったらあれしない。よし。とりあえずバスタードソードが売れることはなんとなく分かってきたな。バスタードソード、あ、私。終わったし。あ、微妙やな。ナイトソード2本上だけだって、他のがあんま売れんかったらこんなもんよな。ちょっとなんかぬか喜びさせた感があるよな。ナイトソードが意外と2本売れたって状況がさ、騙された感がある。もっと売り上げあっただなと思ったんやけど、ないんやな。まあ、ナイトソードが売れるっていう収穫を見せたな。かといってナイトソードそんなに作るもんじゃないよ。売れんのやけんさ。日本しか売れんのやけんさ。掃除レベルが1上げてレベル11になった。少しだけ汚れにくくなった。
オッケー。で、アイテム料、そんな払ってられん。依頼させてもらえん。石だけ買っておくパターンのやつや。サンダーコー。この辺、いくつもと所持数に。3。あ、別に買わんでいいような気がしてくるね。それよりも鉱材やな。あんま使ってなかったんやな、昨日。鉱材。そんなにいらんか。事業の拡大もういいです。一回やってます。コンサルティング、コンサルティング、やってみようか。一番安いやつやけど。でも、いつも通り、こういうトレンドを見させてもらう。雷鳴拳がまた登ってきた。で、バスタードソード沈んだで、ね。フリーズブレイドも下がってきたし、今度は雷鳴拳の時代来たで。あとサンダースピアも、か。サンダースピアは作れたかな？作れんかったような気がするな。まあ、とにかく、ってことは、やっぱりサンダー石をちょっと買い込んどった方がいいんかな。7個くらいいっとこう。サンダーの剣。サンダーの剣って名前忘れたけど。あ、でも、ナホンが持っとったな。ようやく売れる状況になってきたか。アイスランス。ナイスな。アイスランス2本も作ってこいつと商売したい気がするな。不謹慎だが、お前また言いよる。ああ、そういうか。ロングスピア5本か。作りたいんやけどな。あら、武器屋さん、ゆっくりしていきなさい。まだお前、上から目線を続ける機会？というのはよくないよ。あと、こいつは無視しとくね。いつも俺の店に来て何も買ってくれんもんな。茶化して今日、じじいもおるし。あー、そっか、千と千尋じゃ。あー、レジ打ちのレベル上がった。それと、それに引き換え、なんか、パート代が値上げしとんやけど。自分に自信ついて何値上げしとんねん、お前。雇わん。それなりに自分でやっていけるけんさ。よし。なんだったっけな。雷鳴拳8本もあるやないかい。これ以上作る必要なさそうな感覚やね。ナイトソードも5本あれば十分。アイスランス3本持っとんで俺。アイスランス3本も作ったっけ俺。あの商人と商売してもよかったなこれ。やっちまった。サンダーランス的なもんがあったらそれを売ってもいいやな。店に出してもトレンド的にはそこそこ売れる状態にはなっとった。とりあえずロングソードと槍をちょっと量産しとく。この2本もなんかやや売れんようになってきた感はあるよな。よし、あとどうしようかな。経験値上げるためにもなんか強い武器作ってもいいんやけどな。あ、売れんけどね。どうしようかな。アイスランスがダマスカス港ってある必要なんよね。サンダースピアここにあってロングスピアか。サンダースピア作れんかったらロングスピアも作れんって感じ。アイスランス、まあダマスカス港いるんやな。ダマスカス港どっかに手に入れたいな。どうすかな。特にできることがないような気がしてきた。一応ナイトソード1本だけ作っとったろう。記念。あれ、なんかナイトソード売れた記念。やることないよ、猫ちゃん。俺にはやることなかったよ。よし、ちょっと入金しといたれ。もういろいろチャレンジしていこう。以降、なんかやることないけん、いろいろチャレンジしてみよう、これ。利率 0.0% って増えることない、本当にこれ。入金したお金はここに銀行で運用されますって。もうなんかなんとなくほとんど入れといてみたろうかな。あ、ちょっと、
入れるな、お前やめとけっていう感じで迫ってきたこいつ。もうやめと、やめんけどさ、などいてくれお前。いつものセーブ、いつもやめるポジションいけんで、ね、お前。よし。というわけで今回はこの辺で、もうちょい武器、質のいい武器は売れてほしいという時代がこのかな。この町は魔王へのに対する関心点がないんかな。そんな気がする。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。終わり。